川崎市民放送株式会社は、神奈川県川崎市中原区の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。略称は川崎 FM、FMK シティの愛称でコミュニティ放送をしている。川崎市民放送本社がある武蔵小杉タワープレイス1996年、開局。神奈川県で6番目。 日本では34番目のコミュニティ放送局である。川崎市が55%の出資をしており、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。テレドームによるサービスを行っていた。後にサイマルラジオに加盟し、インターネットで聴取可能となった。サッカー J1、川崎フロンターレのホームゲーム中継は、局公式サイトから別のサイマル放送サイトにアクセスして聴取できる。 1996年2000年2010年2012年2019年再放送は、覗く土曜12時月曜7時56分は22時23時を覗き再送信番組。自主制作番組以外の時間帯は、優先440を再送信している。バーモス、川崎フロンターレは、川崎市民放送、FMK シティで放送されている。 J リーグ川崎フロンターレ応援番組。富士通川崎サッカー部のプロ開講期にあたる1996年頃午後12時台の番組、川崎タウン情報で女優の安倍智子が担当する毎週木曜日の1コーナーとして始まる。その後、富士通をスポンサーとしたミニ番組となりタイトルも正式にバモス川崎フロンターレと名付けられた。後に、 翌日の午後9時からの再放送も行われ、さらに2002年には、川崎タウン情報の一部が午後6時台に再放送となった関係で、同じ内容を3回聞くことができるようになった。同年10月、番組改編に伴い日曜日午前10時からの1時間番組に変更となり再放送はなくなった。またパーソナリティも当時、とどろき陸上競技場で、 スタジアム DJ をしていた山森隆を起用。放送時間の拡大とイギリス留学の経験を持つパーソナリティで番組はサッカーの他洋楽を中心とした内容となった。また一時期、江藤玲子をリポーター兼アシスタントとして起用した。2005年4月、山森隆が群馬テレビにアナウンサーとして就職したことに伴い、 クノキミンが3代目パーソナリティに就任。J リーグ、浦和レッドダイヤモンズのホームスタジアムである、コマバスタジアムで一時期、スタジアム DJ を務めたことや、趣味でフットサルなどを行っているためサッカー経験を生かした発言が聞かれるようになり、J ポップなど各種の音楽も流されるようになった。また2006年から補佐役として、トミタレーナによるレポートも始まった。同年末、 くのきみんが、結婚などの理由により、この年をもって降板。翌2007年から、かつて好き、好き、フロンターレのナビゲーターを務め、バモス、川崎フロンターレにも何度か、ゲスト出演したことのある、岩沢正美が4代目パーソナリティに就任した。2012年4月からはパーソナリティが短期間で、交代する状態が続いているが、フロンターレに関する情報と、 リスナーからのファックス、E メールによるメッセージ紹介を基本とした番組スタイルは定着しており、また2013年4月からは川崎フロンターレ、講演会の常務理事が月に1回ゲストとして登場するようになった。2014年4月から放送翌日の月曜22時から再放送が復活した一方、ストリーミングによるダイジェスト版の配信が廃止となった。 2017年4月より本放送が月曜10時台の川崎アップストリームに内放され日曜10時の放送は再放送となった2018年以降は再放送が日曜10時から本放送当日の22時に移動しているコミュニティ放送事業者マスメディア集中排除原則について川崎 FM ハットシステムエラーで無音3時間50分川崎 FM 神奈川新聞2019年4月12日、ありがとうございます。